ブリッジタウンはバルバドスの首都である。都市ともされるが厳密に言えば名称通り町である。なお、都市圏は所属教区とされる場合が多い。北緯13度7部整形59度37分。カリブ海に浮かぶ島にある。1628年にイギリスにより建設され、現在は観光地となっている。街並みは、 イギリス植民地時代を強く残し、ナショナルヒーローズスクウェアがあり、英連邦で3番目に古い議事堂や、イギリス本国にあるネルソン提督の像、ネルソン記念柱よりも早く建てられたネルソン提督の像がある。街の名の通り、橋の多い街でもある。ブリッジタウンは1628年に建設された。西インド連邦時は、この地域を総括した南地域の首都だった。 1966年11月30日にバルバドスが独立。そのまま首都として使われた。欠片の気候区分ではサバナ気候に属する。セントマイケル教区ブリッジタウンはセントマイケル教区に属し、教区の主婦が位置している。教区は1629年のバルバドス、教区設定時の6つの一つ。なお、教区の選挙区は11あり、1外にも ブリッジタウンだけで構成されているわけではない。教区の面積は3 9トル人口88,529人。人口密度は2,300人、軽平方メートル。歴史的街並みと付近のギャリソンは、ブリッジタウン歴史地区とギャリソンとして、2011年6月25日に世界遺産リストに登録された。バルバドス発の世界遺産である。 ブリッジタウンの中心部から約1 3トルの位置にグラントレー、アダムス国際空港がある。ブリッジタウンは以下の都市と姉妹都市を締結している。ありがとうございます。